京急電鉄は京急蒲田駅に設置した運賃表の一部で、正規の運賃よりも210円高い料金を誤って表示していたと発表しました。京急蒲田駅から JR 横須賀線の西大井駅までの運賃340円を誤って550円と表示していたということです。この運賃表は去年10月の駅舎のリニューアルに伴い新たに設置されましたが、利用者に指摘されるまで1年以上も気がつかなかったということです。IC 乗車券を利用した際は正しい運賃で処理されていました。京急は多く払っていたとの申し出があれば差額を返金するとしています。